こんにちは、しおさんでございます。今回は肉の旨味と肉汁がすごいポークバーガー、一度知るとまた行きたくなるうまいカフェを紹介させていただきます。さいたま市緑区大巻、この向かい側は東浦和地区になります。この通りは国道463号線、この通り沿いにポークバーガーがめっちゃうまいお店があるんです。そのお店はツイッターで知って訪れることができました。初めて食べるその美味しさに子供たちと一緒に感動しました。肉汁が溢れてくるポークバーガー、そのお店の魅力は美味しさだけではなく空間そのものも素敵だったのです。店内にはレッズルームもあり、浦和レッズのファンの方々にとっては熱い気持ちになる、そんな素敵な空間があります。一度訪れるとまた行きたくなる、そんなお店、そのお店が左手に見えてきました。この一軒家のお店、こちらがジ・オールドマンズカフェ東浦和店さんです。このお店、見ていただくと分かりますように、外側からも一度知るとめっちゃ気になりますよね。ここにこんなお店があったとは、ということで本当にこの日素敵な出会いをいただきました。見ているだけで気になるジ・オールドマンズカフェ東浦和店さん、お店に近づいていきます。コーヒーも気になりますね。本日の日替わりメニュー、こちらも気になりました。いろいろ食べてみたい、そう感じる、そんな看板ですね。そしてこちらバーガー関係やカレーライスなど、このカレーもすごく気になったんですね。店内に入り、さらにメニューを見ていきます。このような形でメニューが載っていました。さらに本日のドリンク、こちらもいろいろ気になります。コーヒーが本当に気になりました。そして林 SPF ポーク、こちらを使われていることも分かり、見た瞬間ポークバーガーへの期待感がより高まりました。店内空間めちゃくちゃ素敵なんですね。木をふんだんに使っていて、おしゃれな雰囲気です。そして奥の方に進んでいく、これワクワクする雰囲気がありますよね。そして中に入ると、こちらがレッズルーム。浦和レッズのファンの方はもちろん、サッカー好きの人にとってもたまらない雰囲気があります。浦和レッズへのお店の熱い思いが伝わってきました。サッカー好きの息子たちも大喜びです。そして2階に上がっていきます。2階はキッズルームがありました。この登るところの工夫も本当に可愛らしいです。雰囲気がいい、子供たちとワクワクしながら上がっていきました。そして2階に上がっていきます。2階は実は靴を脱がなくて大丈夫ということで、後でスタッフさんに教えていただきました。このようなゆったり過ごせる空間、窓も大きくて明るいんですね。ゆったり座れる、このような席も用意されています。そして子供が喜ぶような、こんなところもありました。子供たちが大はしゃぎ、そんな雰囲気の中、窓の外を見てみると、すぐ斜め向かい側には以前紹介させていただいた麺屋大の字さん、このラーメン屋も本当美味しいです。そして靴は脱がないで大丈夫とのことで、靴を履き直して待っていました。しばらく待っていると、まず飲み物が登場します。この飲み物もまたいい感じです。オレンジジュース、アイスコーヒー、リンゴジュース、飲み物を飲みながら会話をして待っていると、登場したのがこちらのハンバーガー、ナンバーワンガーディアンズバーガーです。このナンバーワンガーディアンズバーガーがツイッターを通じて知った、食べてみたいと思ったポークバーガーでもあります。そのポークバーガーであるナンバーワンガーディアンズバーガー、バンズからこだわりを感じます。パテがでかい、肉汁が溢れている、そしてチーズがすごいですよね。そのチーズの下にはハッシュドポテトもあるんです。レタスもたっぷり入っていて、バランスがいいですね。食べるのが惜しいと思うくらいに、美しさと美味しさの魅力を感じる
ハンバーガーになっていました。ハッシュドポテト、これも味の美味しさの秘訣です。このナンバーワンガーディアンズバーガー、ここですごいと感じたのが肉汁なんです。これちょっと抑えてみると肉汁が中から溢れてくるんですね。こんなポークバーガー初めて見ました。ここまで肉汁がたっぷり出てくる、この量はほんとすごいんです。食べているとさらにそれがめちゃくちゃ見えてきてすごいと思いました。もうこれに子供たちと含めて興奮止まりません。チーズ含めて絶対うまい、気持ちが高まりました。いよいよ食べていきます。このような形で食べやすくしてくれていました。先に食べた子供たちが食べた瞬間、おいしいとめっちゃその美味しさに喜んでいる姿が目に入り、めっちゃ楽しみになり一口いただきました。一口いただくとパテの美味しさに衝撃、肉の旨味が凝縮されているんです。肉汁がほんとすごいですよね。ほんとうまいんですね。この肉汁含め肉のパテの旨味がほんとすごい。さらにチーズもめちゃくちゃ美味しくて、パテとめちゃくちゃ合うんですね。この全体が本当にバランスよく絶妙な仕上がりになっています。つい溢れる肉汁を見てみたくなる、それくらいに子供たちとこの肉汁にびっくりしました。さらにハッシュドポテトのこの味わい、アクセントがまたいいんですね。全体の一体感、これが本当にすごい。肉の旨味が本当にやばいと感じた、値段に勝る価値があるバーガーであると思いました。一度食べると絶対好きになる、また食べたい気持ちになる、そんなポークバーガーです。食べるたびに子供たちと美味しいねとハンバーガーの会話でめちゃくちゃ盛り上がったんですね。それくらいに衝撃を受けたポークバーガーでした。食べた後もしばらく子供たちと一緒に興奮し合い、会話がこのバーガーに対して止まりませんでした。美味しさに大満足してお店を後にしました。ジ・オールドマンズカフェ東浦和店さんでいただいて感じたこと、それはポークバーガーのイメージが変わる、そのことでした。特にインパクトが大きかったのはこの美味しさです。美味しすぎるインパクトがあったんですね。ポークバーガーってめちゃくちゃうまい、そのことがほんと衝撃的で、溢れる肉汁の凄さも含めて一度食べるとほんと忘れられない、ここでしか味わえない美味しさがこのお店のポークバーガーにはありました。ハンバーガー好きには絶対おすすめ、絶対食べてほしい、そう思うくらいにうまい、グルメバーガー好きには特におすすめなハンバーガーであると思いました。それくらいに衝撃を受けたナンバーワンガーディアンズバーガー、空間のこだわりもほんと素晴らしいお店であると思いました。一度知ると中に入るのが楽しみになる、浦和レッズへの熱い思い、その思いの深さもまた素敵です。さらに2階のキッズルームも魅力で、子供連れでも安心して利用することができると思いました。一度知るとまた行きたくなる、大切な人を連れて行きたくなる、そんな東浦和でうまいランチを楽しみたい時におすすめなお店の一つ、それがジ・オールドマンズカフェ東浦和店さんだと思いました。ジ・オールドマンズカフェ東浦和店さん、本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。お店の詳細については説明欄をご覧ください。またコメントなどもどんどん書いてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。